カール・ヘイゲンズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州モデスト出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。現在は、c p b l の楽天モンキーズに所属。登録名は、ゴーツヨシ。2009年は、ルーキー級でプレー。15試合に登板し、1勝1敗4セーブ。2323回を投げ防御率3.42だった。2010年、A 級。 サウスベンドシルバーホークスでプレ三39試合に登板し3勝6敗4セーブ、601、3回を投げ防御率6.56だった。2011年、前年に引き続き A 級、サウスベンドシルバーホークスでプレーこの年は、先発を務め、24試合に登板し8勝7敗、百四十二三回を投げ防御率点一一だった。二千十二年、 A 級バイセリアローハイドと AA 級モービルベイベアーズでプレー。A プラス級では35試合に登板し三勝4敗。95回を投げ防御率3.88。AA 級では2試合に先発し令勝0敗。111。3回を投げ防御率3.97だった。2013年、AA 級モービルベイベアーズでプレ二26試合に先発し11勝8敗。 148回を投げ防御率3.47だった。2014年 AAQ モービルベイベアーズでは24試合に登板して8勝6敗、1102、3回を投げ防御率4.15、トリプル A 級リノエーシズでは4試合に先発して1勝1敗、2423回を投げ防御率2.55、8月14日に、 メジャーデビューを果たし、2試合に登板指令賞1敗、2.2回を投げ防御率3.38だった。8月18日に、トリプル A 級離農に降格した。2015年4月4日に自由契約となった。2015年、レーズとマイナー契約を結び、A 級モンゴメリービスケッツとトリプル A 級ダーラムブルズでプレー。 AA 級では16試合に登板して4勝5敗、63回を投げ防御率3.86、AA 級では14試合に登板して5勝5敗、7023回を投げ防御率2.67だった。2015年12月14日に、広島東洋カープとの契約が合意に達したことが、球団から発表された。推定年俸47万5000ドルに、 出来高の条件を加えた一年契約で、背番号は66。2016年4月23日に入団後初の出場選手登録を果たすと、公式戦の開幕から一軍に定着していたジャクソンと共に、セットアッパーとして活躍。救援投手としては45試合の登板で、5勝2敗19、ホールド、防御率2.38という成績を残した。また、 一軍の先発陣に故障者が相次いだ8月中旬からは経験のある先発へ転向。転向後6試合の登板成績は2勝3敗で、チーム事情から9月17日に登録を抹消されたが、中継ぎ、先発の双方でチームの25年ぶり、セントラルリーグ優勝に貢献した。11月18日、翌シーズンの選手契約に合意したことが、 球団から発表された。2017年は4月に3試合登板したものの防御率12.00と極度の不振のため登録抹消され7月に一軍に復帰したが最終的に11試合登板防御率6.60という結果に終わり12月2日に自由契約となった2018年2月23日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ オフに自由契約となる。2019年は独立リーグアメリカンアソシエーションのファーゴムーアヘッドレッドホークスと契約。2020年12月30日に c p b l の楽天モンキーズと契約した。2021年3月25日の統一、ライオンズ戦で c p b l 初登板、初先発登板を果たし、6回3アンダム失点と、 高騰するも勝敗はつかず。4月1日の統一ライオンズ戦では6回を2、失点にまとめ来大発勝利を記録した。最速時速 152km、平均球速時速 145km のフォーシーム、ツーシーム、カットボール、変化球では、チェンジアップ、スライダー、カーブを投げる。投球の大半をスライダーが占める、気候派投手で、チェンジアップ。 ツーシームを駆使して、ゴロの山を築くスタイル。スライダーは平均時速1 3 9トルカットボールは平均時速1 4 3トルと、さほど急速さがなく、打者目線では変化する、タイミング以外では見分けがつきにくい。ありがとうございます。